はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。今日はマナグリの方を使っていきましょうかね。まあ補正的には神と魔の HP が 0.95 倍、で魔のアタックが 1.1 倍、竜のアタックが 1.05 倍というような感じで、まあ竜デッキ、魔デッキ、まあどんな感じでいるのかな、暗黒竜とかもいそうだし、まあいろいろいそうということで、本日の主役は常闇文影っていうのかな、イントネーションはよく分かりませんが、まあ常闇です。常闇くん使います。スキルが魔端の時に発動できて、駒の盤面の総数が10枚以上の時に発動できたアタックが 1.4 倍で、コンボスキルが盤面の駒の総数が12枚以上の時に発動できて 1.6 倍というような感じになっております。まあX に攻めたりするマナグリにとってこの枚数制限はちょっと痛い、使いづらいっていう部分はあるけど、英語まではね、珍しく、てか初めてかな、相手の手駒を呪えるといういい駒になっております。まあ、できれば枚数制限を消してほしかったです、運営さん、僕はそう思います。で今回の S 構成はあれですね、村正、サスターシャ、ベルゼ、おいマナグリじゃねえじゃねえかよみたいな感じに思われるかもしれないんですけど、いかんせん今日は HP が 0.95 倍されております。この24600しかない HP 簡単に飛ばされます。速攻竜とかヒプノスなんかにもやられるってなると、バーストバリアで HP を上げるしかない。そして魔のアタックが 1.1 倍で竜も 1.05 倍されているということは、まあこんな感じにトゥポーンとかがチュポーンとかが入ってるんで、どう対処するか、通常でアタックを出さず特殊が出せるサスター車っていうことです。一応悩んだんですよ、コブのノイレかサスター車をどっちを入れるか悩んだ結果、サスター車の方が使いやすいなということでサスター車にしました。まあバフを持っとけばサスター車アタックも結構出てくれるんでいけるでしょうという感じです。もうこの対戦はあとはダメージ出してもらって、僕がクロケルとベルゼをつなげるだけ、それでいけるでしょう。オーラ引いてなくても6000だったら飛ばせます。あれポルって 1.6 倍だよな、1700 1.6、ああ飛んだな、よかった、危ない危ない。この対戦はあれですね、やっぱり村正が強い、バーストバリアで HP 漏れるところがいい。これでお相手さんがね、つなげて飛ばしに来れなかったっていう感じで、はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。速流多いな。体力を見ましょう。2200いってないっていうことはテュポーンは入ってないかな。そして僕また村正引いちゃった。ただダブルオーラからエキドナは効いてないって、どうすんのこれ。ワンチャンつなげられる。お相手さん的に HP じゃない、手駒にジェインイ、フェリアがいたら多分つなげてくる。でエキドナ入ってるっていうことはトゥポがない、絶対やめて、つなげないで、あぶねえ。いやアタッカーが一人でもいたらつないできそうな盤面でしたけど、ここであえてつないでこないで囲うっていうことはアタッカーがいない説で、エキドナは取ります。いやエキドナじゃなかったか、リョムを取るべきだったか。ただアタック下げられたくないし、まあどっちにしろ次のターンにはリョムも取れるから、まあこれでいいとして、何でつないでくるか。おーっとマロニーダブルオーラでこんだけバフを焚いていますが、ちょっと手駒がお相手さん事故ってるかもしれません。まあその隙に僕はもう村正を置きます。これで2手で飛ばさないようにお願いしたいんだけど、まあ B2 に2枚返ししてきて S 駒引かれて 1.7 倍の2枚返し飛びそう。こんなん余裕で持ってかれますって、速攻竜なんて。だってダブルオーラでしょ。まあでもエルケスとか引いてなければ、おっとそっちだとガトーの1枚返し2倍、でもコンボつなげるんだったら角行った方がいいかなって思うと、サギリ NK でいいか、いやサギリだな、サギリ行ってから NK でいいや。
あとはマロニーの2枚返しを耐えれるか。このガトーの2倍より 1.7×2 倍返しの 1.2 倍の方が火力出るんで、多分お相手さんはイーノさんに来るんですけど、まあ、バーストバリアをしてるから1万1000ちょっとあるとして、まあ、S ゴマじゃなければ大丈夫、お願いしますね。おお、持ってなかった、危ない危ない。これであとは NK とサギリをつなげばダブルオーラなんで僕も飛ばせますと。やっぱ 1.1 倍されてるのでかいな、これで飛ばせるから。てか全然来ませんね常闇くん。まあ NK 打ってたんですけど今は。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ウィブテンか、 HP は高いな。はい、うん、来た常闇くん、でも全然打てない。あと3ターンぐらい打てないのがとてもネックです。悲しいね。どうやって攻めていこうかな。やっぱ X かな。 X 行って X 行って、でベルゼ、いやサスター社引きたい。このタイミングめちゃくちゃサスター社が引きたいです。僕囲っては来ない、やはり囲っては来ないか。どうしよう、追っかけるか。あ、コンボ弱いな。コンボ強い子もあれば下行ったけど、これは追いかけるか。次のターンも打てない、まだ常闇くん長いね。打てるまでが長いね。そんだけこんな速攻してると常闇くん打つ場所なくなっちゃうよ。呪いはできるんですけど、まあ素のアタックが低いですから。うわ、これどうしよう。ポリ打つか。ポリ打って返さないでもろ、あ、返して、あ、間違えた、間違えた。こっち打っちゃダメじゃん。こっち打ったら普通にダブコンされるだけだって。E さんに置かなくちゃいけないじゃん。やらかした。E さん打っても、D5 打っても同じだと思ったらこっち打っちゃダメだよ。踏みやら読みするわけがない。やらかしました。終わったんご。ちょっとね、休みなんで、連休、4連休なんですよ、今。4連休中。ベッドに横になりながら、撮影してるんで、ちょっと甘さが出ちゃったかな。プレミプレミ許してください。常闇くん使ったんで、ほら左から2番目の駒呪いましたよ。でもビーナスが出てきちゃった。次のターン僕はさよならします。いや、しないためにはどうしたらいい、頼む。あ、ダメだった、村正来なかった。じゃあさよなら。さよならさよなら。オセロニアンたるものを最後まで諦めない気持ちも必要ですが、たまにはもう負けを認めるのも大事なんです。僕はこっから逆転する道筋を作れませんでした。どうだろう、村正がいれば、あ、村正いても耐えてません、残念。はい、ジジイ。はい、対戦よろしくお願いします。皆さんは、そうですね、社会人の方とか、まあ、学生の方は今夏休み中なんで相当休んでると思う。1ヶ月ぐらい ?1 ヶ月以上か。あれ、学生さんって1ヶ月以上は休みあるのか。あるな。7月の終わりぐらいから8月の終わりまで。めっちゃ長いじゃん。いいな。僕はあの4連休です。4連休で何します?まあ、別に僕は利用士なんで土日休みがもらえるわけもなく、月曜日からの4日間なんですよ。ってなると別にと遊べる友達もいない。だってみんな土日休みだから。今この平日に連絡取っても俺仕事だからって断られるだけです。なので友達とも会ってないっていうか、もともと僕の地元にいる友達が少ない。みんなあの他県に行ってるんで、東京とか、まあ、東京だったら会えるか、あの長野の方に行ったりしてるんで、そういう友達には会えないんで。ただ一人悲しく YouTube を見たり、アニメを見たり、パチンコ打ちに行ったりという生活をしてます。皆さん何してますか、休みの日。本当もう一回聞きますけど、何したらいいですか僕って。こんな話してても多分コメントとかで何々した方がいいですよ、これ楽しいですよって言われても、僕はオセロニアやって編集して、で YouTube で動画見てアニメ見て終わるんでしょうね、この4連休が。それもまたよし、楽しいんで。
自分のやりたいことをやる。それだけで休みは過ごしていく。どうしようこれ。ドゥンラ、激輪のドゥンラ、ジリアンとドゥンラ置かれてるでしょ。で、僕の体力は15,000。シェンメイの二枚返し耐えれるかなこれ。二枚返し行っちゃっていいですか。ちょっと三枚返し作ってダメかな。ドゥンラ取った方がいいかな。いや行くね。お相手さんはアタッカーを引いていない。僕は僕の読みを信じる。大丈夫、言うて二枚返し捕食されたとて、もしも D2 で繋いできたらダブコンが繋げられる。ああ持ってた。お飛ぶ、飛んじゃう、飛んじゃうわ。終わった。はい、残念、取るべきでした。僕が間違っておりました。 GG。 はーい、対戦よろしくお願いします。あれ、竜デッキしかいないな。今日は竜デッキの日ですか。速攻竜と暗黒竜とこればっかと当たってる。なんかヒュプノスもいそうな気がしたんだけどな、いないのかな。で、もう引かれる前に僕は攻めていこうと思います。時かつ相手に X でね、オーラは引いてない。もう変置きさせないんだから、さっきみたいに。もしもジリアンとか入ってたら怖いんで。何で行こうかな、これ。サスターはまだ打てない。コロネ。コロネが来たならコロネ打ちましょう。常闇くんがね、この進行すると全然打てないのがネックです。さっきも言いましたが、打たしてください。条件さえなければこの状態でも打てたのに。まあ、暗黒相手に別に呪わなくていいんですけど。それを言ったらおしまいか。ダメダメ、そういうこと言っちゃ。さあ、捕食されなかった。この2枚返しでコンボしながら、捕食されないのがでかい。そしてここで威圧されててもダメージを出せます。いけ、サスター社。地味に通常火力持ってます。こういうこと。こういうことなんです。で、2、4、ローハ。よーし、常闇くんが打てるぞ。コロネとつないじゃおうかな。ここでトネルムとかが来たら嫌だけど、悩むね。まあ無難に行くんだったら D、 いや C2 か、 C2 常闇くんあり。あーでもな、スナイフィル置きたいな。置いていいですか、スナイフィル。常闇くんじゃなくて、でもこっち行っちゃうとな。 B3 とか、D、 D6 来られるとちょっと辛い。悪いけど、まあ暗黒だしみたいな、やっぱそうきますよね。でここで2枚返し、 A3 取ると積むってなると、一発ライフォートのコンボは許容するか。いけ、常闇くん暗黒。ダブルオーラからスナイフィル置いたのに3680、低いね。まあしょうがない、しょうがない。ただ呪った駒は何ですか。お相手ダブルオーラからのロンレイ。今日アタックが 1.05 倍されてるから、僕は E4 に行くんですけど、1枚返しガラン、シェンメイで飛んじゃうね。さよならしちゃうよ。どうしよう、助けて、お願い。またアタックがいて飛ばされるっていうの嫌だ。やめて、引いてないで。引くんじゃないよ、暗黒さん。毎回毎回アタックを引いてる。飛ぶ？あ、飛ばない。よかった。メイレンでよかった。それでは、ベルゼとサスター社をつなげて飛ばしたいと思います。ジジー。いやね、ほんと。最近メイレン多いのかな？なんかシェンメイじゃなかったな、2連続で。はーい、対戦よろしくお願いします。暗黒ちょっと多くないですか？もうちょっと、なんで毎回毎回暗黒なんですか。別に、まあ、マナグリ、マタンデッキ使ってますけど、マナグリだから全然いいんですよ。うん、マフェリとかじゃないんで。でもちょっと多くない、トキカツさん。あなたもう初手からマリーツや。うん、でまた初手から常闇くん引いてるんですけど、常闇くんさよならするしかないな。うん、この場合コロネ打った方が強いから。真面目に10枚制限、バチクソにきついんですけど、本当に打つタイミングがなくなる。上さん、制限なくしてトネルム、初手マリーツヤからのトネルム。
持ってたからマリーツィア打ったのか、まあ普通そうだな。捕食なんてのは軟体引いてトネルブ置けば、英語版のライフォートとかでもかなり捕食してるくれるから、まあそっちにしたんでしょう。辛くない？このダブルオーラトネルム、ガチめにさ威圧されますが、早めの威圧でよかったね。 X 行くか2枚返しするか、これはそうだな、2枚返し行きますか。ランガかテンスラコラボの、まあ、捕食されてないのはでかい。お相手さん盤面取りに来るかな。で2枚返ししてきたら、おっと思いっきり飛ばしに行こうと思ったけど怖いB4 に行くのめっちゃ怖い。さっきから毎回メーレン出てくるから、アタッカー引いてたら、まあ僕は昇天するんですけど、でもまあ行くしかないよね、こんなもん。行って殴りに行くしかない。次3枚返し、捕食されなければいける。いや絶対捕食するでしょこんな。いやーコロネなー、どうするか。で多分シェンメイとメーレン持ってたら2枚返しでつなげてくるはず。レオノーラコンボ2倍あるんでめちゃくちゃ強い。しかしなぜかしらそこで取られる。アタッカーはいないんでしょう。いないよね。いや、いないもんだと僕は思ってますよ、ここで飛ばしに来ないっていうことは。なので僕は角を取りに行きます。でこの3枚返しは耐えます。まあ捕食されるんでしょうけどね。いくつぐらい捕食されるんだこの状況で。コンボつなげられたらポイムントの捕食もあって、ライフォートの捕食もあって、7000、あーらまあ1万ぐらい回復されちゃったよ。僕これ2手で飛ばせないよまだ。しかし村正置くしかないでしょこんなもん。アタック高っ5000って。でバーストバリア張って、でライフォのコンボはまだ使ってこないかな。一旦中に入ってくるでしょう。来ましたね捕食。ダブコン作りに行くか。こうなったらベルゼ引きて、ベルゼ、うわークロケルか。悩むね。まあクロケル行ってからユエファかの4枚返しダブコン、これで飛ばせるんじゃないかな。あとはお願いです。お相手がトップでメーレン、シェンメイを引いてこないの願う。お願いします。アタッカーを引かないでください。捕食でお願いします。あでもミニエラはダメ。あでもあれか、初手マリーツヤしたからないか。よーしガラン。まあこれはいくつ、4700捕食されて12800。大丈夫大丈夫。あサスタが来たからもっと大丈夫。見てくださいこの火力。手駒にいる時から3400でコンボして4枚返しして9000。はいナイス GG 強い村正とサスター社はーい対戦ありがとうございました。はーい対戦よろしくお願いします。やはりバーストバリアと割合ダメージってマタンにおいて正義なんですよ。だからまあ殴りにも入れちゃうよねって話で、お相手さん23481。 なんだこれ、え神タン、あ違う神タンじゃない、竜タン、竜タンなのか。火炎の駒がちょっと入ってるみたいな、なんか速攻竜にしては HP 高いような気がするんですけど、だってトゥポン入ってても22000ちょっとでしょ。いってえどういうことこれ。まあ加工はなくていいかな。上逃げしちゃった、でもダブルオーラだから上逃げしちゃって大丈夫だったかな。まあ村正引きましょう。村正。あとはお相手がなんかすごい速攻竜、いやでもワンチャン速攻竜じゃないんですね。そういうこと。シェムケリーナイス。コンボがないのはでかい。スナイフィル置いちゃいますか。あとは常闇くんを引く。今回全然活躍してない、てか活躍しない。やっぱりマナグリに常闇くんは入りません。枚数条件がきついでございます。で皆さんどうですか、ヒロアカコラボのガチャは。やっぱり相性ってあるじゃないですか、その季節イベントだったりコラボイベントだったりするとき、なんか異様に単取りできるイベントと、あの何引いても B ゴマしか出てこないイベント、そういうのないですか。僕あるんですよ。今回のヒロアカはダメだな、全然 S ゴマ出てこない。単発もダメ、チケットもダメ、全然ダメです。何だったっけな、鬼滅コラボの時とかは引きよかったんですよ、単発でも出たし。
うん、チケットからも出たし、まあ結構ダブりましたけど、あれは良かった。ただ今回はね、まあまだ期間はあるんで、単取りのチャンスはあります。で、あのツイッターのポイント報酬みたいなので、いいねの、また11連ガチャのチケットもらえるじゃないですか。僕はそこで当てに行きます。オーバーホールと爆豪、あとまあ持ってない駒、トガちゃんとかも狙いに行きたい。てか持ってない駒は何だっていい、動画のネタになるから欲しい。これからも毎日単取り頑張って狙って、引けたら動画にしたいと思ってます。さあこれお相手さん、あとは2枚返しなんですが、僕が守護者しか持ってない、そしてクロケルのコンボは 1.6 倍、ワンチャン危ない、いや飛ぶか、1000吸収して、まあ、ここ6900しかないんで飛ばされなければの話ですけど、バハムートワンチャン GG があるぞ。金やらだったら大丈夫。危ねえ。あ、最後だし、常闇くん来い来い、来ない、最後ぐらい活躍してよ。微妙な感じですね。まあ、今回は思ったのは、サスター社と村正がとても強い。はーい、対戦ありがとうございました。